吉村和夫4月18日から2003年8月20日は日本の政治家。元山形市長。山形県山形市出身。山形県立山形南高等学校を経て山形大学分理学部を卒業する。加の元吉衆議院議員秘書を16年余り務め、1971年の山形県議選で初当選。以後通算6期。 山形市選挙区にあっては常にトップでの当選を果たした。またその間には県議会副議長を務めたほか自民党県連政調会長、同副会長も歴任をした。しかし、秘書時代から世話をしてきたかの道彦が政治改革をめぐって自民党を離党をしたことに伴い自身も離党した。山形市長選には 金沢忠夫対抗馬にして1986年、1990年と出馬するも落選。1994年の金沢の優待による市長選においては佐藤孝次郎と激しいつばぜり合いを演じるも、またしても落選となる。いずれの選挙も死を二分する激しい戦が展開された。二千年二月、下水道工事をめぐる談合事件と闇現金問題で、 佐藤が辞任したため実施された出直し市長選に出馬。4度目の挑戦によって、悲願の上就となった。市長在任時においては、山形ニュータウンの整備、旧、松坂屋ビル再開発、7ビーンズのオープン、航空便である山形東京便の復活、16億円をかけた JR 山形駅と、 東口通い寺を結ぶペデストリアンデッキの竣工、市発注工事入札の手続きの公開、上山市、中山町、山部町との合併構想である中核市の具体化などの施策を講じた。2003年8月20日、1年6月から肺がんなどで入退院を繰り返していたが、入院先の山形市立病院再生館で多臓器不全で生去。72歳を打 長男にムービーオン、ダイバーシティメディア社長を務める吉村和文、次男に山形県議会議員を務める吉村和武、演者に山形県知事、吉村美恵子がいる。お笑いコンビ、アガスケの吉村は明は孫、吉村和夫氏子山形市長、47ニュース共同通信、オリジナルの2009年2月1日時点におけるアーカイブ、 https://web.archive.org/web/20090201005127/http://47news.jp/cn/200308/cn20030820010090/html ありがとうございます。